油見長男、油見長男、油見長男。こんばんは、油見長男でーす。今ね、真夜中なんでね、ちょっと静かに喋ってますけども、今日はね、一人、真夜中晩酌でーす。そんなわけでね、普段どんな晩酌してるかね、お見せしたいと思います。おつまみはこちら、ドーン。もう何度もリピ買いしてますね。業務スーパーさんで売られておりますイベリコ豚のドライソーセージ、まあ、サラミソーセージっていうんですかね、まあ、それを薄くスライスして10秒間、500ワットで温めたものになります。まあ温めなくても食べれるんですけど、冷蔵庫に入れてますからね、温めなくても美味しい唯一のサラミだと思ってるんですが、それでもね、やっぱり温めて冷たくない方がね、脂肪のとろける感じというか味がよくわかりますんでね、絶対冷たい状態よりは常温もしくはやや温かいぐらいがねいいかなと思います。で、20秒以上ね温めるとこの脂肪分が溶け出しちゃってね、なくなっちゃうんでね、それはそれでもったいないなということで、10秒にしております。え、美味しそうでしょ。はい。で、貧乏なんでね、安酒を今日は飲みますよ。はい。まずはこれ、ダイソーさんで買ってきましたロックグラス。これね、375ミリだったかな、結構入ります、でかいんですよ。で、飲みますお酒はこれです。ドーン、スカイです。これね、実はお酒というかアルコール分 0.7% 入ってるんですけども、清涼飲料水です、ね、これ清涼飲料水って書いてますけど、アルコール度数がね 1% 未満、ね、0.9 以下の場合は清涼飲料水扱いになっちゃうんですね。でもね、これいくら飲んでも酔わないんです、うん、自動車運転しながら飲んでも OK かどうかはさておき、僕はこれね、3本飲んで立て続けに飲んだけど酔ったことはないっていうことで、やっぱりねアルコール分微量に取るんですけど、その分水分もどんどん取っちゃうから、やっぱり結果として酔わないんでしょうね。じゃあね、この真夜中に酔わないのはつまんねえということで、いろいろね、これで割って飲んでいきたいと思います。そのトップバッターはこれ、せーの、ドーン、宝焼酎純です。まあ皆さんおなじみね、高類焼酎の宝酒造さん、言えにくいな、宝酒造さん、が作りました高類焼酎です。まあこれがね、長期ね、厳選樽貯蔵成熟酒って早口言葉みたいな、ここね、厳選樽貯蔵醸なんか、まあそういうのがね 13% も入ってるということで、普通の高齢焼酎よりもね、高貴なね、成熟したカチッとした洋酒のような味がするということで、評判です、ね、ラベルのデザインもいいですね。今日はこれをね割っていきたいと思いますよ。1対4で割ったら、大体 5% ぐらいのね度数になるということで、まあ適当です。もうね適当です。これをねプシッ、こんなもんかな。はい、1対4、大体ですけどね、これで、5分の1、ね、5% ぐらいになったと思います、それではこんな前中寝ている方も、ご自宅にいる方も、外でフラフラしている方も一緒に乾杯しましょう。なんだそりゃ、乾杯。いいですね、もともとね僕これの味がすごい好きでね、ノンアルコールビール
にまあ僕はもう入れますけど、ノンアルコールビールの中じゃこれが一番味がいいと思ってます、うん、やっぱりね0と 0.7% は違いますよ。でこれね、売りの一つに値段の安さがありましてね、とにかく安いんですよ。確か1本ね68円くらいだったと思うんですね。58円だったかな、まあ、58円とか68円とかそれぐらいですよ、だからね58円か、うん、1ケースじゃない、あの6缶パックで売ってるんですけど、6缶パックで買っても360円ぐらいなんですよ。すごくないですか。で、まあホッピーのね代わりに、ホッピーってあれ1本、108円とか110何円とかするじゃないですか。まあ今ちょっと平均的な価格は分かんないですけどね、それと比べりゃもうよっぽどこっちの方がね安いやっていうことで、貧乏人はねこだわりますよ。一杯目は早いね、うん、癖がない。やっぱりね氷焼酎ですからね、氷入れないのって話なんですけど、実はねこれをねベランダにずっと出してるんですよ、うん、ですから冷蔵庫じゃないんですけど、冬そのものにね冷やしてもらってますからね。まあこれは、寒い部屋に置いてますから、両方とそれなりに冷えてるんでね、氷入れなくてもあの飲める冷たさになってるんですね。じゃあおつまみおつまみ行く前にこれ全部飲んじゃいましたけどね。じゃあおつまみ行ってみましょうね。イベリコ豚ね、にゅっ、うん、うまい。これ好きでね、うん、ちょっとお腹空いてるのかな、立て続けに食べちゃいますよ、うん、はい、じゃあ2杯目いきたいと思います。1杯目はね純で割ったんですが、2杯目は何で割るかというとあれです。せーの、ドーン、ワイルドターキー8年です。そんな贅沢していいのかい。いいんです。これこの間ね一回やったことがあるんですけどね、意外といいんですよ。ターキーの味が濃いせいか、スカイで割ってもね、なんですかね、しっかり生きてるんですね。面白い味がしました。このターキーのいいとこだけが浮き彫りになりました、まあ、コクであったり甘みであったりね。ほんでこれはもう本当にもったいないなではなくて、うまい酒を飲めるなといった感じでやっております。これでもねあれですよね、これ25度ですけどこれ50度ですからね同じだけ入れたらやばいことになりますから、ちょっと少なめにしましたよ。はい、ね、ターキーをね入れて、今度このスカイを1対5ぐらいでもいいね。あ、なくなっちゃった。ちょうどね2杯作れますね。でマドラーがないのでこのままね、いただきます、ワイルドターキー8年のノンアルコールビール割りです。うん、香りがもうバーボンの香りですね。うん、いただきます。あ、うまいわ。あのねターキーの甘みがすごく引き立ってます。これね、ほんのりと甘かったりするんですけど、もうはっきりターキーのバーボンの甘みですね。で苦味とかね、渋みというか、そのバーボンのねマイナス要素の癖がまるで感じられないですよね。いいですね。レッドアイってあるじゃないですか、カクテルの。ビールとトマトジュース半々ってね、あれはビールの苦味も抑えられるし、トマトジュースの生臭みも抑えられるという、その相乗効果ってあるんですけど、これもそんな気がします。うん、単なるソーダ割りよりもねこの方がうまいかもしれないね。いいですよ。
ここでまたサラミを行くわけですが、うん、今日の昼ね、これバッファロートレースでも実はいっぱい作ったんですけど、正直ターキーの方がちょっと上ですね、うん、こっちの方がね、あの味が濃いというか甘いような気がしますね。バッファロートレースなくなっちゃいました。あの初めて買った一本だったんですけどね、嫌いじゃないですけどリピートは多分ないです。うん、まあなぜかと言いますとね、このね、これワイルドターキー、これボトルでかいでしょ、わかんないかな、うん、これ実はね1リッターボトルなんですよ。でこれが750ミリボトルで、こっちの方がね 25% 多いんです。 25% 多いんじゃないな、 30% か 33%、 うん、こっちの方が多いんですけど値段一緒ぐらいなんですよ、うん、だいたい両方と3200円ぐらいじゃないかなと、思います。まあ値段が一緒だったら味も好きだし量も多いっていうこっちかなというところで、まあ今後はもうねバッファロートレースを買う機会があるね、買う余裕があるならターキー買おうかなと、思ってる私でございますと。はい、なんかもうあっという間にちょっと言ってきましたね。喉乾いてるとこにキュキュッと飲んじゃいましたからね。まあそんなこんなで僕はまだこれからこれをやっつけてねずっと飲みますけども、皆さんとはこの辺でということで、本年度もね油見長男チャンネルよろしくお願いします。あと、去年ね、11月ぐらいから始めましたセカンドチャンネルゆっくり旧車オートバイね、バイク、好きな方もしくは今そうですね50代60代の方はねぜひ一度ね遊びに来ていただけると嬉しいです。そんなこんなでまた油見長男でした。本年度もよろしくお願いします。 See you!